はみさんこんにちは。今回は双葉と夏と双葉と夏です。はい、二人合わせて夫婦のマインクラフト略してふっくらやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ということで、ふっくらついにふっくらと略してふくらなんふっくらってことでね、まあ、ふたくらの二人バージョンっていう感じでね、はい、まったりと遊んでいこうかなと思います。はい。ちなみに今回ね、ハードなんでね、死ぬんでこれ、うん。すぐそこに見てほら。村がありますね。村があるもんで、村の近くにずっと行っちゃうとね、まあさすがに危険というか、夜になった時にね、くそ。ゾンビがね、出てきちゃうんで、ベッドだけ取って向こう行きましょう。あ、ドゥ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 ンドゥン。すごいそれ、パート1でやってたね。第一村人発見。ででん。川細工市、新米だ。新米の、惜しい。これ3と7だって分かってないね。分かってないね。ダメだね。2と8だろうっていう話だよね。処刑だえちなみになんだけども、この米俵、今回ね、最新バージョンなんだけども、クワ、うん、を使うことでね、サクサク取れるらしいよ。いや、信じられ。ほら見ていくよ。ほら、うん、ほら、あ、ほら、うん、ほら、クワで、米だわれが、米だわれが、取りやすくなると、ね、ちょっと、いろいろあるけど、とりあえず、ベッドだけ持っていくか。あ、双葉さん来て。ここの村はペットも飼ってるらしいですよ。あ、猫いる？違う。飼ってんということでね、今回パート1なんで、はい、まあ、今後ね、どんなことをやっていきたいかっていうのをね、話していこうかなと。早い。双葉さん早い。話していこうかなと。はい。ナスさん、どんなことをやりたいですか？双葉さんのパート1見たんですよ、双倉の。久しぶりに。すごい。そしたら、動物園だ。動物園作りたい的な話？で先行っちゃうかなあ、見て、ね、ほら、かぼちゃ。あ、かぼちゃ、初めてのかぼちゃせっかくだから今回、もうあれだね、初めてのものにはしっかり看板つけてこうか。初めてのかぼちゃ、名前はどうする？かぼちゃの名前、うん、母ちゃんで。2020年7月11日前田明の誕生日だね。17時31分、初めてのかぼちゃ、母ちゃん。オッケー、イエーイ。いいね。いや、記念すべきものにはね、しっかり看板つけないとね。絶対忘れる設定じゃんどこ行く？運命え、どうする？どこで住もうね。どこで住もう？あんまね、村に近すぎちゃうとゾンビにね、襲われちゃうか危険だから、もうちょい離れたいよね。キノコがある、向こう。でっかいキノコ。ナスさん、私は何したいとか聞かないの？あ、したいことあるんですか？内緒。うざとりあえず、まあ、はい、桜がね、パート200で終わっちゃったから、うんうん、まあ、それを超えて728ぐらいまで行きたいかなみたいな。正気か、あんたただ多分ね、3日に1動画投稿なんだよ。うん、だもんで、ふたくらって毎日やってたじゃん。700ってなっちゃうと、何年？ 6 年？いやー、もうおばあちゃんになっちゃいますよ、そんな。ねえ、そう、ナスはおばあちゃんになっちゃうから、そのこと考えたらね、もうちょっと、72パートぐらいを目安に。あー、まあ、それなら現実的かもしれないです ね。1年ぐらい的な感じで。この辺かっこいいんじゃない？かっこいい。なんか、こう、森を越えた場所にある感じのかっこよさ。あ、あっち砂漠があるっぽい。いいね、いい場所だ。ここにしよう、それじゃあ。そうださ、万が一ね、ナスさん万が一ありえるんで、はい、万が一死んだ時のためにちょっと一回ベッド置いて右クリックしとこう。ナスどこ行った？結構離れたとこに。ナスだはい、急いで、夜来ちゃうよ。つかもう夜来るから一回ここに寝とこっか。はい。あれ？え？はい、え、ベッド置いて、ここに置いてきちゃったどういうことどうせその辺寝て死んだ時にまた迷子になっちゃうから。あら、こんな近くにいるんだから。ここでおやすみなさい。おはようございます。おはようございます。今日も一日頑張りましょう。はい。ということで、はい、斧を作って剣を作って、夏の子いった剣。私今穴に落ちた。ほらどこ？じゃあ、まあ1スタックぐらい回収しよっか。はい。とりあえず今回はダイヤモンド見つけたいね。パート1はダイヤモンドを取るまでがって感じですかね。そう、見つかりますか。洞窟でダイヤモンドっていうのがやっぱ双葉っぽいじゃん。そうっすね、うん、直下ボイでダイヤモンドなんてすぐ見つかっちゃうから、で、難易度さちょっと低すぎるかなみたいな。あー、そうっすか。なんか気持ち悪い、変な敬語皆さん敬語使い慣れてないから変な敬語だよ。そうですかそうですか。どんな感じだった社会人1年みたいな感じになってたまあ、ダイヤ
ダイヤどっちにします？直下掘りか洞窟か。とりあえず拠点を作ろう。はい、作りますか。よし、じゃあ一回まあ仮拠点普通に作ろうか。じゃあ夏さん、はい、砂取ってきて、あ、ついでに石も取ってきて。はい、石は取れる？取れます。あ、取れる。はい、ある。ツルハシ作ればあります。ないじゃん。あ、待って、止まれ。よいしょ、ありがとう、はい、どうせならシャベルも欲しかった。シャベルは作ってない。なんで？シャベルいら、あー、そっか、砂か。あ、じゃあ石あげる。うーい。うざさの極みだわ。いやー、怪魚店作るの初めてだな。マイクラもしかして初めてやる人ですか？大きさ違う。大きさが違う。あれ初めて作るだけあるわ。大きさが違う。新しくした、リニューアルした。あー、うん、年目にして、うん、双葉の怪魚店リニューアル。リニューアル需要はなさそう。ないのか。いや、もうだってこのね、怪魚店はもうだって誰でも作れるじゃん、マイクラやってれば。まあね、みんな知ってるじゃん、マイクラやってれば。うん、ねえ、めっちゃ自信満々じゃん。多分日本一有名な怪魚店だと思うから。まあ確かに、逆に変えない方がいいですよね。確かに。いや、変な気持ち悪い敬語が聞こえた。もうやめてって。OK、 かまど置いて。じゃあかまどまだ作ってない。ねえ。ベッド持ってきていい？はい。はい、どうやって置くベッド？二段ベッドにする？あー、二段ベッドも確かに合いね。二段ベッドにするとね、上の子がね、多分リスポーン地点に設定されない可能性あるか。マジ？いや、今だったら大丈夫。ちょっとちょうだい。じゃあ、あ、ナスさんしたの？うん、よいしょ。これで死んだ時どうなるか楽しみて。それじゃあ、めっちゃ逃げるじゃん。倒してみて。早く倒して、早く。早く。ちょっと、じゃあ。リーチ長い。そっ。ああ死んだ。大丈夫そうだけども、ここがまだ空いてるからか。ここに、ほら、ここに湧いちゃったもん、うん。これをね、ガラスで囲んでしまった後に、もう一回倒してみて、それじゃあ。さあ、これでどうなるか。あ、大丈夫だ。普通にここに生まれる。あ、すごーい。やったー。あ、じゃあ、二段ベッド普通にできるんだね。うん、やったね。素晴らしい。よし。さあ、すぐそこにね、洞窟あったからちょっと潜ってみようか。はーい。あ、その前に初めての怪魚店。お、ふっくら記念だからね。名前どうする？ダークだもんね。ダークだもんね。おかしいだろ。よし、それじゃあ初めての記念すべき洞窟、はい、ここにね、あるからね、ここ行こうか。どれぐらい深くまで行ってるかね。これもう終わりじゃないですか。いや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 、また気持ち悪い敬語出てた。あ、ほらほらほら、気持ち悪い雲いる。うわ、気持ち悪い、やだ、やば。盾持ってないね。盾持ってない。みんないるみんないるみんないる。あ、やっ、これやばい、やばい、あ、やば、頑張れ頑張れ。これやば、頑張れ、いけ双葉、頑張れ。危ない、死ぬ。すごい。めっちゃ奥まで打つ、ほら、めっちゃ奥まで行ってるよ、これ、ほら。わー、めっちゃ奥まで行ってる、わー。めっちゃ奥まで行ってる。わー。じゃあ、私、かい。ちょ、ハード強いな。あ、やばい、死ぬ。バイバイ。バイバイ？バイバイ？肩に矢を受けている。全身に矢を受けてる人に言われてる。いや、向こう、こっちすごいもんだって、ほら。すごい。うん、皆さん、ちょっと、あの、奥行かんくていいから、はい、これで盾作っといて。じゃあ、私先に奥行って逃げてくるから。な、あ。あ、ほら、深い深い深い。うん、めっちゃ深いよ。これダイヤまであるかもしれん、もしかしたら。普通にあるかもしんない。見つけちゃう。うん、行き止まり。石炭ある。石炭持ってない？あるよ、いっぱい。記念すべき、あ、初めての石炭とか、初めて鉄鉱石とかやってないね。やめよ、このやつ。どういうこと？え、だって、あ、看板やめようって話。うん、母ちゃんだけにしとこう。母ちゃん大事だからね。初めての盾やった。私のも作ってや。まだ続いてたとこはね、うん、上に続いてたもんで。ああ、ダイヤモンドに行かなそうなんだよね。あ、でも続いてる、地上に。地上じゃないね。あ、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 何、何その反応、何その反応。ああ、ああ、え、めっちゃ深いじゃん。なんかめっちゃ明るいんだけど、ここなんで明るいの？地上に。え、なんでこんな明るいの？なんか明るかったよね、今。私が明るくした、みんなの笑顔で。ああ、ああ、下でも続いてそう、だいぶ。ナイススルーです。あ、
ここだほら。でもさっきの穴の感じそんなに深くないからね、ダイヤなさそうだね。つか直下掘りするんじゃなかったの？え、どっちにしようかっていうのを決めようとしたら双葉さんがなんか、あ、もうそれは後でいいからって。夏さんが夏さんがゾンビになってる。わはい、帰ろっか。はい。え、なにこれ、なにこれ、なにこれ、こぼれしようと思ったらなんかあった。わー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 、続いてる。まだいい感じ、いい感じ。あ、めっちゃ続いてるね。ね、あ、どうする、下行く上行く？ダイヤがありそうな方行こうよ。あ、だったら下だよね。よし行こう。結構深いからこれあるんでは、あるんでは。あ、ほら金あるもん。金、夏さんの好きな金がある。金があると気持ち悪くなる。あへあへしちゃうから。あ、反対側になんかあればいいんだけど。まだね、反対側あるからね、楽しみだね。これはあるね。あるしかないね。ある。ほら。あった。あ、めっちゃ続いてる。ほら。あ、すごいある。あ、ほら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 。あ、すごい。くるーっと回ってきた、これ。これさ、向こうがつながってんじゃない？さっきのとこと。ドーナツ？あー！シミ！シミが出てきた。つまり？まあ、上山あったもんね。あった。うん、頑張れ。山がどんどん出てきてる。どんどん出る、どんどん出る、どんどん出る。どん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 。どんどん出る、どんどん。あ、どん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 でどんどんでどんどん、やばいやばいやばい、当たらん。シミに殺される。全然当たらん。シミに殺される、これ。シミに殺される。あ、シミに殺される。あれ、ナスさんに殺された。あれ、ナスさんどこ行った？ここにいるよ。上登るか。うわー、びっくりした、シミ降ってきたかと思った。どうするか。よく考えたらさ、まだ反対側行ってなかった？砂利の奥行ったっけ？砂利なんてあったっけ？おっと。どこだこれ、クルクル待ってる、もしかして今。待ってるかもしれない。どこ、え、どこ、わかんない、2周目入った私。どこだっけね、わかんない、わかんないね。私反対回りしてる。何してんの。あ、さんどこ行ったの。え、上、あ、ここだ、砂利。違うかな。違うと思うよ、多分。でも砂利ホワホワしてたわ。違う。絶対違うでしょ。違うわ。砂利はあるけど絶対違うです、それ。あ、違うか。うん、来てる。早いて、置いてく気しかねえだろ。いた、おい、行き止まりだ。でも、まあ、こっちは最初に見た行き止まりだから、うん、反対側に行けばあるはず。本当に？あ、この砂利じゃね、この砂利、この砂利。あ、それ、うちが言った砂利。絶対違うでしょ。違うわ。砂利はあるけど、絶対違うです、それ。あ、違うか。うん。そんな結構。この砂利だ、この砂利。あ、じゃあもう行ってるわ。帰れるよ。本当に？うん。本当に？今、これ帰ってる最中だから、これ。信じられんな。どこだ、ここ。見たことあるとこだよ、ほら。あ、信じられんな。なんだこの松明。ああ、信じられんな。いやいやいや、まだね、夜っぽいんだよね、言うて、外。じゃあやっぱり資源ホリホリしてく？帰るか。なんで？上雲がいるね。いるね。あれ、夜だね。ホリホリしてく？いや、即帰ろう。私がいるのに即帰るなんてできると思うの。あー、死んだな、こりゃ。死んじゃダメよ。はい、帰ってきて、はい、はい、はい。いやはい、いや、やばいってここ。爆発止めて、爆発させちゃう。オッケー、はい、よし、寝よう寝よう。寝れない。あーあーあー、家が、家が、やめなさい、このディズニー映画。あ、その寝たら教えて。はい、あ、寝れました。寝た。じゃあこの子たちを爆発させて。わお、わお、なるほど、デスポーンですね。おはようございます。いや、危なかったね。何の被害もなくてよかった。骸骨みたいになってんじゃん。すんごいとこまで飛ばされてんだけど、これ、ほら、散らしすぎじゃない？すごいね。うん。あ、そしてドラウンドが生まれるよ、これ。え、マジで？うん、ほら見てて、ゾンビ、ほら、これ溺れ切ったらどうなるかというと、知ってるな、さん。え、さっき答え言いましたよ、あんた。あ、ほら、触れてる、触れてる、触れてる、ほら、ほら、全然触れてない。ほら、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 めっちゃ震えてる、めっちゃ。あ、ほんとだ、ほんとだ、震えてる。そして、震え終わると、ドヨーンと。おー、なった、なった。ねえ。それで？でっていうなんだけどね。どうした？どうする？この後。直すのかなと思ったら、直さないの？いや、土がないんですもん。まあ、一回このままで。嘘でしょ？よし、そしたらね。嘘でしょ？やっぱね、パート1なんで、ダイヤモンド掘らんと。皆さん、こうやって鉄3個あげるんで、やった、直下掘りをして出たら鉄のツルハシ作っていいですよ、けん。ひもじいな、なんか。出なかったらダメですよ、けん。はーい、はい、はい。で、まあ、マグマダイブの可能性もあるから、ツルハシ、石のツルハシとシャベルと作業台と棒2本だけ。オッケー、オッケー。じゃあ好きな場所にスタンバイして。好きな場所か、どこにしようかな。私はここ。
あ、いや、このタンポポがね、いい味出してるから、このタンポポの中で一番いい味出してるこの子だな。ここにしよう。いや、この子だよ。あ、タンポポにするの、そっちも。え、じゃあコピーにしようかな。じゃあ、めっちゃ遠くなってもいい？いいよ。じゃあ、あっちの白い花にしよう。じゃあ、私はこの白い花、花のとこにします。はい。はい、じゃあ、どっちがダイヤモンドダズル探そう部？せーの、レッツ直下ボリー！ まあ、言うて私は直下ボリーでダイヤモンド今までで何十個出してきたって話だからね。本当ですか、それ。うん、はい。あ、石炭言ってたしな。石炭だとか鉄だとかそういうので運を使わないか、私はね。あー、なるほどね。一切そういうところで使わずにダイヤモンドだけでね。出ました、ダイヤモンド。まだそこまで行ってないからまだ31時間掘ってないからね。そろそろ出るんじゃないですか、そろそろ。いや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 、あと10マスぐらいだから。なんかあった？だから私はダイヤモンド一点集中で。あ、石炭。石炭とかそういうので使わないか、私。あ、ダイヤモンド一点集中で。あ、ダメだな、もうこれは。まあ、鉄からのダイヤモンドっていうのが長いだからね、これはね。うん、サクサクっとね、言わせといてあげましょう。あった？あったよ。真っ黒なダイヤモンドだね。うん。あった。さん、あった？あったよ。何が？石炭。いや、ここまでしょぼいとは思わなかったわ、二人とも。なんか、ちょっとやばいね、今回。実況者力がやばいね。ちょっと、もう一回やってみようか。いいです。うん。いいよ、いいよ。次はどこにする？ここのタンポポがすごいいい味出してるから、このタンポポしようかな、今回は。私はこの豚さんの下。おいし、カルビの下。行くよ、うん。はい。レッツチョコボリー。なんか私ね、うん。すんごいモンスターの声聞こえる。やばい。これは、これ私何も持ってないから、やばい。やばいやばいやばい。降りる。あ、落ちてきた。落ちてきた。一緒に落ちてきた、この子。仲良しじゃん。一緒に行こうぞ、じゃあ。あの、近ければ意外と当たんない。全然当たんない。赤石。待って、待って、こうゾンビ。私もね、洞窟当てたけどね、洞窟一つだけじゃダメだったね。皆さんどこ、皆さんどこ行った？まだ掘ってますね。豚の下。ねえ、暗いよ。はい、なんもない。ちょっと私、あっちある気がするから、ちょっと行ってみていい？頑張る？うん。ああ、行ってこい、行ってこい。多分ね、え、行ってこいじゃない、一緒に行こう。いや、やだよ。あるから、装備ちゃんと持ってて行こう。帰るまであと2、3時間かかりそう。そんなにかからん。皆さん。はーい。はよ。あ、でもまあ寝なきゃ、一回。ゆっくりでいいよ、別に。なんなん。おはようございます。ナス。ナス。よし、じゃあナスさん。ナス。ナスさんそっち側、私こっち側掘るから。はい。はい。で、途中に2回ほど洞窟あるから、洞窟全部無視して、うん。私も多分直下掘りでダイヤモンドが出るっていうすんごいね、手応えあったんだよ。で、途中に洞窟あるんだよね、これね。ほら。いい感じの。めっちゃ広めの。無視してもらって、手応えあったから。私も手応えをね、ちょっと教えてあげる。もう、びっくりするから、多分。ほら。びっくり。一応まあ手応えあったもんで、多分だけどね、ダイヤ自体はあると思うんだよ。うん。こっちかこっちに。行こっか。ここ初めてのやつ？あ、初めてだね。初めて。だからダイヤはあると思う、多分。いや、パート1だから、うん、ダイヤ取りたいじゃん？うん。まあ、せめてちょっと取りたいなっていう。うわ、え、あ、危ねえな、危ねえ。どうした？いや、スケさんがさ。あ、スケさんいた？スケさんがさ。本当だ。危なくないそこ。すごいね。めっちゃ危ないよね。よく落ちんかったね。落ちんかったよね。びっくりした。惜しい。うわ、はい、え？お前、後ろ気をつけろよ。スタバ行け、行け、スタバ。広い。水島エメラルド。何それ。エメラルドあったの？だい。おー、やったー、やったね。やったー。何個あるかな？いや、これはね、10だね。10もあるか？うん。すごいね。ここ開けるとね、2個あるから。あ、ないね。これ、そういうことかな？何が？一人1個っていうことかな？あ、惜しい。あ、これ普通に一人一個パターンじゃなかったです。危ね。こっちは？あ、なるほどね。一人二個パターンですね。一人二個パターンだね。じゃあクワ作る？一人一個ずつ。クワなの？え、あ、やば。やった、一人四個だ。一、二、三。4、あ、6個ある。5、6、
6、1人6個、やったー。